17ミリからぶちセット400ミリまでうわすげえなこれ <noise> あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファとアルファホビー w <noise> 来年の CP プラスに5レンズ持ってタムシンさんとエージェント H の間い,いいっすねいい,や素いっ晴らいいですね <laughs> <laughs> うん、多分ね、皆さんね、あのー、あれ、まあのれま私たちも部長もそうなんだけど、ちょっとはい言い方悪いけど、なめてたんですよね、どんなもんだろうな舐めてた、まあまあ、まあぶっちゃけそうです、うん。どうなんだろうと、あんまり、<え>なんだろう、<F> どうなんだろうと。F4、うん、だし、あとやっぱり、なんとっても、やっぱりこのズーム域ですよ、これね、うん、これ地味にこれね、倍率結構高いんですよ、うん、これ、まあまあの倍率なんですよ。三、うん、倍だもんね、三倍。 そう3倍でしかもインナーズームっていう機構が入ってて、うんうん、どうなんですかこれでも <laughs> 焦点距離は面白いけどねって感じだったけどねそう面白いけど、うん、どうなんかやなと思ったけどもうそれ見て昨日の今日だからねちょっと余計ちょっとねびっくりっすよそう昨日の今日のイメージがどうしてもこびりついてるからそううん 2040もう全くその通りですね、うん、もねこれどうすんだこれみたいなさ <laughs> そうだ、ね、これどうしたらいいのこれ、うん、どうしたらいいのこういう時っていうさ、うん、ねえ洗えばいいんだろう瀬とこれさカニフィルターさん今日見てないけどさはいぜひさカニフィルターさんにさ1 7 5 0 5 4 0 0ァホビーブおすすめセットとか作ってもらって 売れるかなあっぶち抜きセットってことか <laughs> そうそうそう <laughs> すごいなそれ1、うん、7ミリから、うん、もう4 0 0ミリまでうわーすげえなこれなるほどなー、うん、いやーでもこの1750ちょっとびっくりっすねだこれ本当に2070で少しでもこう、うんうん 広角が欲しいっていう人には、まああの性能だったらいいんじゃないって思う思うね。思っちゃう思っちゃ。思っちゃ。うーん。ああ、一七五十がもし F 二パチ作ったらフィルター系八十二ミリで使えばかなり、うん、まあ重たいでしょうし、うん、まああとまあ金額でしょうね。うん、超金額。うん、金額やっぱドスンといくでしょうね。 合格の、ね、明るいレンズって高いよ、まあまあ、172で,17で2.8だよ、まあこの金額下手すれば倍ぐらいいくかもしれないよ、じゃあ、それでみんな買うってなっちゃうじゃあ、ねああ、部長は2040と1750のみ分けどうしますか、まあ、み付きっていうか、もう、まあ、今度はもう明らかで、パターンわかるんですよ、これ、1750買,買うじゃないですか、うん、もうしばらくこればっかっすよ、たぶん。 2040は多分あの数か月1か月とか2か月とか多分使わなくなります多分しばらくは新しいレンズが楽しいじゃないですかうん、うん、1> で1七五50が飽きてきたぐらいに何となくね飽きてきたぐらいに2040をまたごそごそ出し始めて何ん、うん、かあのこの2つを気分で切り替えるみたいな感じになるのかなうん、うん、でもうカフェに関してはあの。 荷物がやっぱり1750の方がやっぱ若干でかいんで本当に本当に小さくしたいんだったら2040持ってきます。うん、で魚釣りとかの撮影はもう1750一択ですねこれは。うん、ねえまあそんな感じになるんじゃないかなという感じですね。だからよりコンパクトにしたい場合は2040そうじゃない場合は1750みたいな感じですかね。<laughs> シグマの 1628F28、安いですけど、28ミリだったしな、もうこれは純粋な広角ズームですね。はい、もうこの、この1750はもう広角ズームじゃないです。うん、なんか本当に、ね、深瀬院長がちょっとかっこいい言葉で二刀流なんて言葉言ってましたけど、うん、本当にそうですよ。うん、あの、広角ズームと標準ズームに、ね、両足乗っけてる感じで、ペタッと、うんうん。なんかそうなると、新しい足台のレンズですね、うん、これ。うんですね。え、薫さん、マップさんで。 注文したんだ早いな、早いな、カおるさん。はい。ああ、ロカさん、他のフィルターと自由にセットできるようにしてくれないからああ、俺もそう思うな、とね言えば、もしかしたらやってくれるかもしれませんよ、ちょっとねえ、いつも対応してくれるんで、メールかなんかで問い合わせると、やってくれるかもしれませんよ。うん、そうですね、はい。うん。買い取り2万円 あラララさんマップ発送前なら可能だってキ<ー>ャンセルあそうなんだへぇ1728が買い取り2枚切ってた悲しいなこれ <laughs> これ悲しみっすね, <laughs> ね<え>もうこれ2枚切ってんだったらもう俺使った方がいいと思うね、うん、これ裏積ね、うん、ねこれだったら使った方がいいですうんうんいやーちょっとこれテンション上がるねあ一応ラフさんがちょっとアドバイスをって言ってますけどまあどうですかはい えー、映像写真5対5ぐらいで標準ズーム持っているんですが2本目として SIGMA1628 かソニー 20mm で迷ってるんですが助言いただけませんか SIGMA85 アートも若干視野に入っていますまあまあ、えっと、85mm はまあ置いといてまあ要は広角レンズが欲しいってことでしょえっとねまず写真で何の写真撮ってるか教えてくださいあはいはい、はい、その写真の分野によってだいぶ違います なんでしょうか。な何のえ何の写真撮ってるのかカテゴリーが知りたいですね。はい。うん、それによってまあ何かというのは変わってきますね。うん、ああ,あとカメラ本体何ですか。あ,あそうね。ボディも知りたいですね。ボディも教えてください。<laughs> そうだね。9万円で手に入るというのは素晴らしくない。俺も俺想像してるがだいぶ安いです。本当にこれこれあだいぶ安い。お昼にも言いましたけど十。10 123万でもちょっと安く見積もった方ですもんね部長と私ねうんだか,だからそうあの量販店価格で13とか、うん、そんな感じ激安のとこで12ぐらいかなと思ったうんだいぶ安いですねそっから、うん、ああいやーちょっと とこれ皆さん悩ましいね。二十ミリ一点八いやこれいいレンよこれ。もだってまあ一点八二十ミリ一点八はまあ結構唯一無理よとあのることにもよるけど。また別のやつだよ二十ミリはね同じカテゴリーで一点八四は考えちゃだめよこれ。そう売るのはちょっとあのあれですよ慌て慌てすぎですそれはねはい。そう。 これは20の F18 買うときそんなに高ないでもねこれ確か9万とか10万きてる確かねこのレンズまあ確か8万ぐらいで買えるはずまあ写りはね素晴らしいけどやっぱ F4 ということはちゃんと頭に置いて購入検討してくださいねそうですそうだからまああの20の F18 は星を撮る人が結構よく使ってるレンズのイメージ印象がねすごくだからまあ成形写真なんか撮りたいっていうふうに大悟君が思ってるんだったらこれは持っといた方がいいですねだけど まあ買ったべきで星も取らんなと。モテ、うんうん、ましたよだったら売っちゃっていいと思いますよ。うん、あの使わないレンズ持ってるほどバカバカしいことないんで、はい、あの売っちゃって、他のものに使うものにリプレイスしたほうがいいと思います。うん、はい。あー、アルタロウさん、C2 とタムロの2040と5400を注文したのですが、2040を1段星に、<laughs> おお<ー>。<laughs> まあ、だよね。あのアルファホビームセットだね、だからね。<laughs> これ、これね、あの、 変えれるんだったら俺変えた方がいいともうだって取れるものが違うから 17mm <の>全く違う全く違う、うん、全く違うだって 17mm から 400mm がぶっ通しになるんでしょこれ、うん、ズコンとこれはすごいなこれっていうかタムロンのこのズームレンズのさこのなんだろうコアファイターシステムバりのこのようは組み合わせの豊富さエえぐいねああうまいこと言うね 本当にすごいなと思う、まあ、これガンキャノンとガンタンクとガンダムにしかなれないけどねうん、うん、いやだけどあれがあるよあれがあるよ <laughs> コアブースターあるじゃんコアなんだっけコアファイターコアファイターだっけコアコアブースターの下半身突っ込んであのガンダムがビームライフルバンバン撃つやつ <laughs> あれも1回ぐらいしか出てこなかった <laughs> あれすげえっすよあれあれ,あれもモビルワーマーになってますからね <laughs> もうモビルスルーツじゃなくて。<laughs> ええ あ、ジファイター。そうそう、ジーファイター。そう、ジファイター。そう、ジファイター。出てこなかった。うん。そうだね。レンズの組み合わせ考えてるだけで楽しいです。楽しいっす。あ、そう、ジーアーマーだ。ジーアーマー。それもあった。g ーアーマー。それ、それ、ガンダムネタに乗っかるなよ。うん。それ、それ。うん。変えれるか、マップに聞いてます。うん。あの、き、聞いて全然いいと思う。あの、聞くのはただだからね。 ダメだって言われたらそれまでだから別にいいって言ったらああっつってなればいいだからそうああ取ってんなってほしいあ,<ー>あ<ー>じゃあう取ったらいいこうしておいたほうがいいよウランほうがいいと思いますだったらウランほうがいいです